はい、皆さんどうもこんにちは。ベイキャンプのしおきとあみです。はい、ということで今回はですね、岡山県にあるチロリン村キャンプグランドに行きます。に行きたいと思います。イエーイ。で、今回はですね、前に一緒にキャンプサーフィンに行っていた先輩たちとまたキャンプに行くということで、その先輩たちはなんとまた新しいキャンプギアをなんかたくさん購入したみたいなので皆さんにご紹介できたらなと思います。何も忘れた。で、間もなく待ち合わせのサービスエリアに到着なので、はい、向かっていきたいなと思います。はい、はい、ということでただいまですね、合流も終わったんで、はい、キャンプ場に向かっていきたいと思います。思います。今日はこの子も一緒です。お、すごいすごい。何これ、コテージ。じゃーん、到着しました。かまぼこはフルメッシュになっております。今日はじゃでん、トモント持ってきました。タープつけて使います。暑いんでしっかり水分補給行って、熱中症対策もねしてくださいね。もう今からの季節は虫が多いんや。なんかタクって言ってたね。なんやった、蚊取り線香ちゃうわモンスーンと森林香オタクらしいです。虫がいなくなるかな。ココちゃん首にかけるリングが今どこにあるか分からへんくて、虫よけの後で探します。では立てていきます。ペグ持ってきて、ペグ持ってきて。どこにあるん、あった。よいしょ。夏はねタープもいりますからね、しっかりペグ打って熱中症対策してくださいね。黒がいいですよ、一番光を吸収しますけど、白より黒の方がいいですよ。ロンティーも本当は黒の方がいいですよ。でも暑いのでね、やっぱり。さあ、私は組み立てようと思ったんですけど、コットの組み立て方が分からなくて断念しました。ほとんど使ったことないんで私、コット1回か2回しか。さあ、ちょっと休憩します。岡山県のチロリン村キャンプグランドというところです。フリーサイトで予約してたんですけど、ここがフリーサイトへ続く団体サイトっていう大きな広場みたいなところで、まあ向こうあっちからねバーッと降りてきて、ここから入ってその奥がお手洗いなんですけどね、まあ、そこにちょっとした炊事場もあるし、実は下にもあるんですね、炊事場が。ちょっと急かなと思うんですけど、意外と先輩たちのハイエースでも行けましたね、優に。でこの下がフリーサイトということで、はい、この道を進んでいくとフリーサイトへつながるわけですね。でフリーサイトのところにも炊事場と灰捨てるところがあります。ちょっとトイレはね上まで行かないといけないので、お手洗いはちょっと遠いですけど、遠いっていうほどでもないけどね。でキャンプファイヤーするのかな、ここで。
直火は禁止ですけど、こういう感じですね。気持ちいいですね。今回のめっちゃイカツイ。あれ組んでこれ。はい、じゃあそうめんお願いします。はい、適当にやっていきます。ももちゃん、はい、ということでテントが無事に設営を終えました。はい、今回はね外に出してるスタイル で今からそうめん作っていきたいなと思います。それにしても先輩たちにこんな高価なものをいただきました。じゃじゃーん、やばい、これはやばい。線香を置くやつをもらいました。嬉しいな、これはやばいな。いやほんまに恵まれてる、ね、恵まれてるね、うん、はい、ということでね今日は多分貸し切りっぽいんでそうめん作っていきたいと思います。貸し切りなの？貸し切りっぽい。今兄さんたちもチャーハンとかを作ってくれております。ここ熱い？香取先生、タコか、はい、これ焦がし醤油、はい、先輩たちが作ってくれたチャーハンをいただいていきたいと思います。これに冷凍ご飯足して食べるんですよ。マジ米だから。そうなんや。こちらは今そうめんを作っております。まだお湯やけど、今あちらは餃子を作ってくれております。そうなんや。量全然違いますけど言ってますか、うん、私はそう食べへんから食べや。何がご飯の量が大丈夫。美味しい。うん、最高。ここはもうあっちの人が気になってる。さあ、餃子ひっくり。危ない。おお、すごいプロ。プロや。プロです。ありがとうございます。これはもう完全にプロです。汁もこぼさず。ありがとうございます。タレ、これどうする？かけるか。かけてまいますか？ありがとうございます。やばすぎます、やばすぎます。それでこそ男のキャンプがちょっと、はい、はい、すいません、偉そうなこと言いました。うまい、うまい。なんで僕がこのチャーハン一番好きなこと知ってたんですか？次のお肉はでもショーも好きやで、一番これ一番うまいですよね。うん、ちょっと食べ。小籠包みたい。小籠包。全然違うと思う。やばい。肉汁。熱いチャーハンなら。やばい。そう。いただきます。おいしい。うまい。うまい。小籠包。めっちゃ、はい、めっちゃわかります。おいしい。熱いな。これビールやばい、うん、ビールやばい。いただきます。あ、ごめんなさい、身とんだ。汁やばい、それ肉汁めっちゃ美味しいよ。うまっ、うまい、小籠包みたい。しかもしつこくない、おネギやから。うまいな、うん、これうまっ。うまっ、タツノやるやん。タツノやる、なんか京都の餃子って書いてた。へぇ、これ美味しいわね、美味しいね、うん、食べやすいよ。最高に九州からこんな。しかしやってくれるからさ、揚げ物やしさ、冷たいなんかつまみやったらいいよなと思ってさ、はい、昨日わざわざ夕方さ、スーパー行ってさ、サーモン買ってさ、サーモンのチケット作ってみてさ、冷蔵庫に載せてさ。食べたかった。めっちゃ悲しい。食べたかった。めっちゃ悲しかった。サーモン最悪やと思って。サーモンにあの目がないぐらいサーモンが好きなんですよ。一番好きなんですよ。お寿司屋さん行ってもサーモンしか食べないし。そう、いや、ショーも好きやねんか、サーモンだから。なんかそこ似てるっすね。これといい。そう、サーモン漬けいいよなと思って。串カツ上がるまでにつまめるしなと思って。
生魚やし、チルドに入れようと思って。あ、めっちゃわかります、めっちゃわかります。僕らもちょっとしょっちゅうそれで忘れてた。なんかこの引き出しのところに直す島あったね、うん、あれだけよ。薬俺ら赤部子供もんだ今。うん、子供も、だから赤部がこう吹いて、その子供を育てて。アガベって花咲いたら終わりやん。そうやねん、アガベって花咲いたら終わりやん。そう、突然何十年に一回とかパーって花咲いてきて、はい、なんかもう花咲いて花散ったら終わんねんけど、枯れた状態のところから子供が吹いてきよん。へー。でその子供を摘み取って発根させて、水耕栽培で発根させて、それをまた育てる。へー、めっちゃええで、植木やりやん。好きなんですよ、観葉植物昔からめっちゃ買ったりしとって。子供あげるやん、うちの。マジ子供あげるやん。でも高校先輩ね、もうマジですって、ここちゃん。マジなオタクがいてるんですよ。おるんや、これよな。グラキスとかもやし、アガベとかも。かわいいですね、あなたは。一面にこの。はい、ということでちょっと今からお散歩でもしようかなと思います。ココちゃん、僕らの散歩ではなく、もちろんココちゃんのお散歩です。すごい新緑になってきて、やばい。ん？坂、ずっと坂。まあ、ココちゃんの運動不足解消や、これは。レッツゴー。来た時貸し切りって感じだったんですけど、結局フリーサイトはね、予想通りパンパンに埋まっております。うーん、ここはでもあれか、持ってこなあかんねんな、自分でこう運ばなあかん系や。今は使わないと思う。うまい。おおや。超ブッシュクラフト好きにしか。ほんまにでもすごい葉っぱがめっちゃ緑やな。綺麗な夏の始まりを感じるわ。虫がすごい。来た時よりマシになってない？やっぱあれ炊いてるから。財布持ってる？あ、巻き買いに行きたいな。消えたよ。無理。まあ無理やったら後でもう一回買いに行こう。一緒に。一緒に。うん、あのしんどい思いしよう、うん、はい、ちょっとお散歩していきたいと思います。一休みしてかき氷を食べに行きましたよ。美味しいです。姉さんも食べております。行き帰ります。あ、フロート来た。2000円。2000円。こんな美味しいフロート食べたことないです。2000円。いただきました。あ、やたちもやたちも。夕方になってだいぶ天気も落ち着いてきました。めっちゃ多いですね、人が。上が5、下が9なんで14針ですね、全部で。まあでもアーリーチェックインでちょっと1100円かかるんですけど、1グループ早めに来て場所取っておいてよかったかなって感じですね。まあでもすごくいいところです。テニスコートとかもあるので、できる人はいいんじゃないですか。釣り堀があったり、あと何があったかな。あ、ドッグランもありますよ。ドッグランと、あとはなんだっけな、あ、ドローン飛行場とかもあります。夏場はプールもあって、ブルーベリージャムとかも6月末からは作れるみたいなんで、ファミリー層でもね、大丈夫かなって感じかな。よし、帰ってきました。寝てますね。じゃじゃん、お疲れ様です。もうちょっと寝かせてあげましょう。じゃあ私はロダンの組み立てでも、そうやね、撮ろうか一緒に。ココさん、そうしましょう。左につけるんやな。
上品な任せで売るしかないから、うん、ありがとうございます。あ、ショック。これと、それにつながる。レトルトを温めるとかしかそのレベルでしかやらないから。私が前日に準備するか。そう。準備してあげるんや。明日キャンプ行くけど何々食べたいね。ありがとう。やばい。ちゃんとしてる。ありがとう。見て。めっちゃちゃんとしてる。鶏皮でございます。
かん。おかん。おとん。あみちゃんね。うわうまそう。ちょっとハードルが高い揚げ物に今回初挑戦。今日は初めての揚げ物です。もう処理の仕方とか完璧完璧やな。全部だって跳ねへんようにちゃんと切ったし全部、うん、油の後処理とかもすごい勉強してきました。エビの子やばいね。エビの子めっちゃでかいエビの子。よかったです。いっぱい食べてください。余ったらうちら明日も揚げ物なんでいいよ。ゆど漬けって言うしやで。はい、ゆど漬け話し合ってもらった。そこレモンは何ですか。レモン好きなように使うとエビでもいいですよ。レモン絞ってお塩でも大丈夫です。いやいや、顔決めすぎ。顔決めすぎやわ、翔くん。意識してる、意識してますね、完全にね。おじさん意識してる。おじさん意識してるわ。うまっ。いや、ほんまうまい。美味しいっすか。よかったです。昨日からみちゃん仕込んだ。ありがとう、みちゃん。エビが。本当にありがとう。今回も届きました。もう後で食べよう、後で食べよう。エビはまだ、あとしそ巻きもあるんで。牛肉とエビと、うずらと、しいたけと、レンコン。あ、いやだ、レンコン。以外は、アスパラか。おかわり、絶対でもあります。めっちゃうまい。やった、嬉しい。確かに、めっちゃうまい。めっちゃ嬉しい。よかったな。一番嬉しい。お店の味やな。お店の味やって。めっちゃ嬉しい。よかったな。食べんでもいいわ、私。作るだけで。こうやって。お野菜いただいたね、今ね。栗田もね、何も食べるな。あ、キュウリもあったの、何だ。どうですか。こんな感じでご飯食べていきたいと思います。はい、オクラ。オクラです。ありやな。抹茶塩でどうぞ。抹茶塩でいただきます。串揚げ網。いやいや。よーって。ちょっと違うテストやと思って。ねえ、レモン絞ってほしいの、これ。はい。はい、こちらがたけしになります。ちょっと、僕らの方が見栄え悪いってなった瞬間に、すぐに翔くん置いてくれました。戻してくれました。椎茸トリコ。あ、それトリコはな、これマサさんと作ってくれてな。面白いよ。じゃあ椎茸いただきます。いい音鳴ったよ今、サクッと。一般人は食レポっていうものが一番恥ずかしいから一番恥ずかしい。正気が悪いわ。正気が悪い。うまいですか。プリ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 やって。ほんで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 ジューシージューシー肉厚肉厚。ほんでおいしい。出来上がりました。例の赤ウインナーじゃない。赤くなってよかった。赤くなってる。さあこれは何でしょうか。赤ウインナーじゃないな。ウィーニーじゃない。いや、違うと思う。違うよな。できれば塩かレモンでどうぞ。カニ。お、食べてみてください。カニやな。ちゃうか。お。
熱い熱い。熱いですよね。カヌ。カニ。カマ？カヌ？どっちっすか？あ、食うか、わかんない。答えは、せーの。カヌ。カニ。答えは。正解は、ほぼ毛ガニでした。これを楽しみにしてる。毛ガニ。ほぼ毛ガニを出すのを彼女はすごく楽しみにしてます。あ、そうなの。カニというかカニカマというか。ほぼ毛ガニ、カニやねんけど。マジで。うまない。普通に。びっくりするでこれ。あ、もうカニ。カニなんや。答えカニやな、ほんでもうこれ。答えカニです。毛ガニです。めっちゃカニ。めっちゃカニっすか。めっちゃガニ。うわ、食べよう。はい。もうすぐ9時です。9時なんですけど、ちょっとお腹が空いたので、辛ラーメンを。夜食に食べてます。思ったよりちょっと夜は寒いんですけど、これを食べて中から温まってバッチリです。これ食べて温まってほかほかの状態で寝袋やな、うん、ストーブがあっても全然いい。ごめんな、うん、体感ゴールデンウィークってもっと暑いイメージなかった？グリーンパーク行ってる時が半袖やった、半袖やった、うん、やけど体感今10度ぐらいちゃう。寒いよね、うん、日中21度とか普通にあったけど、日中は暑かった。確かに、うん、はい、ってことでこれ食べたらとりあえずテントの中入りたいと思います。ここちゃん歯磨きの時間です。ここちゃん、トイレここ、そんなところ寝たら寝袋に入っております。はい、今日はね夜10時近くなってるんで声の音量下げてるんですけど、美味しいご飯にすごい楽しいキャンプでした。はい、ということで寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。おはようございます。寒いな。寒い。寝れた？うん、全然めちゃくちゃ寝れた。でしょうね。うん、秒で爆睡した多分。ココが出たり入ったりして、多分翔ちゃんのところ行っても布団開けてくれへんから私んとこ戻ってくんねん。え、俺ずっと中入って寝てたね。まあ、ほんで私んとこ戻ってきた鼻でほっぺたちょんちょんってすんねん、開けてくれて。そのたんびに起きるから全然寝られへんかった。ずっと俺の横でこうやって寝てたで、中入って眠たい。じゃあちょっと準備します。しましょうか。星綺麗やったね。撮ってないけど、うん、準備しましょうか、うん、バナナバナナバナナ一番最高。固まった。油これこのまま普通ゴミやって固まったら普通ゴミで OK なんやって感じだよ。じゃあそれ捨てますか、うん、いつもさ、うん、冷めてから吸い取りましょうみたいなやつやからさ、固めるの初めてやねんな。そういうことね。どうやって後ろでいくの。うん、すごゼリー。うん、ゼリーみたいやねんけど、どうやって取れる分かれへん。
下向けてポンってやったら取れないセーフ。そういうもんかな。取れる気配はない。お玉ですくわな。あ、無理ですかね。無理かな。ポロって取れてくれたらいいね。ポロって取れたらいいね。それだけ難点やね。うまいね。取れへんわ。お箸でつつこか。箸でつつこか、うん、箸でこくね。割り箸。あ、割り箸。ちょっとケーキ入刀するわ、うん、4等分ぐらいにしたいけそうじゃね。お、来た来た来た。おお、すげえすげえすげえ。おい、すげえすげえ。すごいすごい。すげえ。ケーキ入刀作戦大成功。ケーキ入刀作戦がいいわ。おう。下は意外と張り付いてないんだ。張り付いてないっていうか。うん。剥がれるって感じ。うん。張り付いてはいい。ボロボロになったらボロボロになるって感じじゃないか。うんうん、まあ、でもある程度固まってこう取れるからは。はいはいはい。よいしょ。とりあえず洗い物したり、中に入れてるもの全部出していきたいと、出していきたいと思います。はい。イエーイ。じゃじゃーん、朝ごはん作っていただきました。ありがとうございます。やけどしないでくださいね。大丈夫ですか。ありがとうございます。伊勢海老ポタージュ。うお、奮発。伊勢海老ポタージュ、すごっ。おいしいかな。やった。ではこちらをいただきたいと思います。ういね、朝からうるさいこの子は。怒られたな、しょうちゃんにな。ちょっとな、正気に全然懲りてないですって顔してる。じゃあいただきます。ごめんな、全部綺麗。どうも、すいません。すまない、ね、じゃあ合わせてください。いただきます。いただきます。めっちゃ熱いと思う。めっちゃ熱い、はい、先正気、多分飲めないんじゃないの、うん、飲める。あ、うまっ。めっちゃ美味しい。沸騰してたよ。伊勢海老の味する、うんうんうん、する。なんかあの、海老の、うん、ちょっと海老ね、風味というか。確かに若干エビっぽい。サンドはサンド。美味しい。これちょっと取ってくれるのあれよ。寄せない。自分で取って。ケチャップとマスタードあるよ。あ、はい、ありがとうございます。他のちょっと押さえて。うん。そのまま。そのまま行くの。そのまま行くの。どう？うま。おいしい。うん、いいね。でもそのままでも全然カレーの味が美味しい。あ、カレーキャベツが、はい、いただきます。コーヒーを作ってもらいました。入れてもらいました。なんとかっていうはかりで。美味しいです。うちのお嬢はちょっとご飯を残したんですけど、まあおやつもいっぱい食べるから。カチャ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 。ティーブレイクです。ティーブレイクです。焚き火もいい感じに。
なんだかやってきたよ。なんか変にやったらしい。フフフ、足びちゃびちゃです。私は走り回りたいんだ。長い、めっちゃ長いな、そうやって思ったら。はい、はい、ただいま撤収も終わって、ちょっと時間がね、ちょっとっていうか毎度やね、時間に追われる撤収作業を私たちは汗だくになりながらやるんですけど、もう今回ね、ちょっと本編の方も Vlog もだいぶ抜けてるというのと、だいぶクランクな動画になってしまったのかなっていう手応えしかないんですが、うわ、揺れた、うわ、揺れる。それにしてもやっぱり先輩たちのキャンプギアがいかつすごかったね。圧巻でしたね。すごかった、すごかったな、ほんまにすごかった。もうね、タープも買うって言ってた。新幕も買ってるって言ってた。タープないとあかんなとか言って、タープほんまになんかキャンプギアの王様と言えるようなブランドたちがずらっと並んでて、もうあそこまで行かれたらもうしゃーないもうしゃーない、うん、なんかもうなん言葉になれへん、うん、おー、たまたま抽選で、おもうなんか生で見たことないギアとかが多すぎて、うん、なんか1個だけポンってやったらさ、なんかうわすげえ、これどうやって手に入れたんですか、うわすごいかっこいいみたいな、それがもう10個ぐらい並んでしまったらしれっと置いてあるもんな、ね、全部1個あるだけでもえぐーってめっちゃかっこいいっていうのが10個あると、ただただこんなキャンプしてみたいただただ憧れの目で見続けてた。うん、でもなんかその安くてもなんかこれめっちゃかっこよくて、でもこれ1万円ぐらいで買えたよとかね、言ってくれたら、いろんななんかおすすめ、どこどこに売ってたよとかね、そうそう、いろんなの教えてもらったんで、僕もちょっとほんまに今回ね欲しいなと思ったのがあったんで、それはまた買いに行きたいと思います。はい、と、はい、いうことで今回はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ベイキャンプでした。ポポちゃんでした。バイバーイ。